ちょっとまだこれ食欲が改善ですけど、まあこれ1日2回チェックしてね、健康チェックを、食欲、夜から朝までどんだけ食べたかな、朝から夜までどんだけ食べたかな、まあ、元気はまあ60、100のうち60にしました。でうんちが何個出てるか、でおしっこがちゃんと出てるかどうか、だから朝何にもやる前の体重ね、これが本当の体重だから、要は栄養補助する前の体重が、これが知りたいです。いつもこれ朝栄養補助する前の体重です。そうするとちょっと減ってるんですよね。でもうんちはまあ207、昨日28で、まあ230ぐらいかな。だから200は超えてるかなと思います。うん、ここもわからないんだよな、最後のやつが。一昨日の3回。あ、一昨日の最後は12ぐらい、うん。じゃあそれちょっと書いて。はい。で、お薬ね、粉薬です。で、A の薬は1日2回あげてます。で、まあ、流動食に混ぜてやってますわ。で、その中に入ってるものは、エンド、ウド、ヒサシン。これ、ウサギに使って大丈夫の抗生物質です。抗生剤ね。それから、あとは、書いたらカルテちょうだいね。もうサプリド。ちょっと作用基準は違うけど、メトフロプラミド、どちらも消化器の機能を高める、要は胃腸を動かしてご飯を食べるような胃腸機能を高める、胃腸を動かす薬。それからあとはちょっと違うだよね、エナラプリド。ナラプリっていうのは血管拡張剤、血管を広げて血の流れを良くするお薬です。でこれによって心臓、それから腎臓の負担を和らげる機能、落ちるのを抑えます。それからウーソ、まあウーソでよくシコール酸、まあ、通称ウーソって言うんですけど、これは肝臓を元気にする。あと肝臓の中に胆のうってあって、そこに胆汁っていう性があってですね、十二指腸に流れてるんですね。で、十二指腸で消化を助ける。で、この胆汁の流れを良くする。この胆汁の流れが悪くなると、なんていうのかな、黄疸が出てくる。体が広くなってしまうんですよね。まあ、そういうもの。それからあとは、子宮を、ヘプタジン、シプロヘプタジン、これはですね、食欲増進剤、食欲を刺激するというか、自分で食べるのを促す。まあこれね、そんな薬は実はなくてですね、食欲増進作用が副作用としてある薬です。抗ヒスタミンです。抗ヒスタミンで人間の風邪薬でも使われるやつですね。それも副作用でちょっと食欲が増えるという作用があるんで、それをよくウサギさんには使いますね。それからあとは総合ビタミン、あとタウリン、サプリメントで、これも肝臓をちょっと元気にする。あとはモミツ、ブドウ糖、ブドウ糖はちょっと甘みをつけて飲みやすくする。もう2つですね、プロバイオティクス、はい、プロバイオティクスっていうのは腸の善玉菌で、腸の善玉菌を補ってあげると腸の環境が良くなってきますと、そうすると免疫力が上がってくる、免疫力が上がってくる。人間でさ、明治の R1 とかね、風邪ひきにくくなるとかね、昔ちょっと前行きましたね。それも同じことです。あともう一個はアガリクス、アガリクスってのはキノコなんですけど、私たちが食べるシイタケとかマイタケとか、そういうキノコにもベータグルカンって成分が入ってるんですね。このベータグルカン、アガリクスはたくさん入ってるんですけど、これも免疫力を高めて、自分の力を高めてくれます。これが一つ、まあ、A の一番一緒です。また
で次 B の1番、これは1日1回です。はい、これがフェンベンダゾール。あ、そうだ、それで結果が来たんだ。フェンベンダゾールでございました。いいよ、聞く。あのエンセファイドゾーンの抗体検査で、正常が82万の抗体か、エンセファイドゾーン IgG 抗体って言うんですけど、640以上です。もう640以上ということはエンセファイドゾーンで入ります。ただね、ここにちょっとペア血清って書いてあるんだけど、本当はですね、まあ、ちょっと間置いてね見た方がいいのはいいんですよ、理想を言うとね。でまあ、それが上昇し、その例えば1ヶ月単位で、ね、上昇していくか下がっていくかを見た方がいいとは言われる。ただなかなかね、言うほど簡単じゃないね、採血っていうのはね。まあでもとにかくちょっとあるんで、まあ、それでこれをエンセファイトゾーンを抑える薬です。の薬、まあ、寄生虫なんですけどね、エンセファイトゾーンってね。それも絡んでる。でもそれは中枢性全然疾患の症状ですけど、チックは出んもんね。そうなんですよ、そこが問題なんですよ、この場合。で、まあ、ブドウ、ここにブドウ糖って書いてるけどさ、少しですからね。これで糖を、おしっこに糖は出ません。みんな飲んでるけど。それからあともう一個が B2、 これがですね、グレード2、これはステロイドホルモンです。ステロイドホルモン。の中のステロイドホルモンにもいろいろあるんですけど、まあ、男性ホルモン、女性ホルモンもステロイドホルモン。で、その中の副腎質ホルモン。副腎っていうのはですね、副腎質ホルモン。腎臓がありますよね。内側にある左右、どうですか。それが副腎っていうと、いや、そこから出るホルモンなんですね。そういうの人工的なやつで、よくさ、医療で使われるのはこのステロイドホルモンの副腎質ホルモンで、一番よく使うのはこのプレドゾンです。あとデキサメサゾンとかも使うけど、まあ、ちょっと胃腸に負担が大きいんでね、これがよく使われるかなと思います。だから人間のコロナなんかでさ、吸入するじゃないですか。あれもステロイド使うわけですけど、それはデキサメサゾンで、そっちの方が効果が早い。で、いい作用ですね。一番の消炎鎮痛作用があります。脳の炎症を抑えてくれる。消炎鎮痛。で、この消炎鎮痛剤ですね、には実は2種類あってね。ステロイドと、それからもう一個ステロイドじゃないタイプとあります。非ステロイドと。で、非ステロイドの方がやっぱ作用は弱い。でもやっぱりよく使うのは、消炎鎮痛剤でよく使うのは非ステロイドの方です。だけどこの子の症状はこんな非ステロイドの消炎鎮痛剤使っても効かないから、まあちょっと強い方。で、あと出る症状として消炎鎮痛と、あと退院。これ使うとよく飲みます。とよく飲めば、おしっこもたくさん出ます。まあこれは出ていい作用ですね。で、でも副作用が、全然欲しくない作用もあるんですよね。そこを知っといてほしいんですけど、感染に弱い。感染に弱い。だから、一番最初に抗生剤が入ってるんですから。それで副作用を予防してるわけですね。じゃあもう一個、長期投与。今度長期投与になっちゃうと思うんですけど、ステロイドを。で、これはね、毎日投与を2週間以上。使うとこは長期投与になります。でもうすでに何日かな、何日間ぐらい使ってない、何日は使ってないか、11から11、12、13、14、15、15、16、ん違うか、まだ1、2、3、4か、まだ4か、だから4、5、6、7だよね、今度。今日で7日目なんですよね。で、まあ、
簡単に言うと1週間か2週間までは毎日使ってます、ね、だけどまあ1週間過ぎたらね2日に1回ですよ。そうすると長期投与の副作用は出にくいけど、じゃあ長期投与の副作用は何があるかっていうと皮膚が薄っぺらくなる、それからあとステロイド性の過呼吸、呼吸が速くなったりすると思います。それからここがややこしいんだけど、症状と重なっちゃうかもしれないけど、転換の神経症状が出ると思います。で転換ってステロイド性の転換はもうやっぱりいろんな症状があるんだけど、やっぱりその場でビシッとできなくて横たわってとか手足伸ばしたら、そういう転換発作が出る可能性があります。うん、などなどいろいろあります。長期というのはで、それを1週間2週間以内に2日に1回にするとこの長期というのは臭いは 出ない、ほぼ出ません。いろんな子に私あの高齢の子には使わさせてもらってるんですけど出ないですね。まあ絶対出るとは言い切れないんですけどね。でだから一応このステロイドに関しては今日の夜だから明日、今日17ですよね、17ですよね、だから18、20、22とこういう風に飲んでもらいます。こうしてで17、3日分だから2日分、うん、だから1回分でいいの、3日分だから2回分か、ごめんなさい、違うわ、あ、そうね、1週間で3日分、17、違うな、18か、そう、ごめんなさい、2回分、まあ一応2回分出しておいて、18と20で、で、飲む時間帯は夜飲ませてください、ね、だからこれは本当に、これが一番大事な薬なんですよ。で、夜だからどっかに会場に回ったら、この会場のところにいいや、ABC、AB、B2 か、A1、そこで朝飲んでますね。で、ベンダゾールも飲ませてます。で、実はもこの B2 は飲ませてないんですけど、注射で打ってるんですよね。うん、注射でも私今日打ちました。そうすると、まあまだ2日に1回になってないんですけど、明日はこれを夜やってもらうわけです。だからこうやって印をつけといてください。A、B1、B2、1、1、1、1と。ここまではあのこういう感じでやってましたよね。これからこれが2日に1回になると、これが忘れやすいんですよね、2日に1回のやつが。で、とりあえず薬はね、まずは3日分出します。で、それで、今度来た時に土日になっちゃう。まあいいや、そこでまた4日分ですから。じゃあこれね、で、A の薬っていろんなの入ってるじゃないですか。でも、それがこの一つの袋に入ってますね。だから、B、フェンベンダゾールは一個とブドウ糖なんだけど、これちょっと量が多い。だから混ぜちゃえばいいですよ。で、フェンベンダゾールも夜にしようかな。これも夜にします。夜の方が。ね、朝って慌ただしいでしょ、多分。だから朝はこれだけね。で、夜はこれ。で、2日に1回これも夜混ぜると。そういう感じで薬を飲ませてほしい。が、まず薬の内容説明ね。から、それにあとね、ラキサトン。これを、2cc を1日2回。これは何かというと、毛球症の薬です。食べた日をうんちに出しやすくする薬。それは、ここで出しますので。この注射器も出ますか、2cc。だから、それは
構吸えないからドロッとしたいやつなんで、こんな感じね。なってるから、あ、壊れてるこれ。こっちから詰めてもらおうか。さ、入ってる。あんま入ってない。いや、これあんま入ってない。まあこれは多少あの前後してもいいんですけど、ちょっと2よりも多くなってた。ほんで今 2.7 ぐらい見えます、うん、だから 2ぐらいでもちょっと多いのは別に大丈夫です。大丈夫って言ったらおかしいけど、本当にやるときに 2.7 だったら4だから今度 1.3 ぐらいでしてください。これもちょっと治療の時に1日2回飲ませてほしいですよね。で、その辺に使う注射器ね、これ流動食用の注射器で、終わったらもう石鹸使わずにお水を入れ洗ってください。それからあとこれはラキサトーンとかで、お薬はまあ直接飲ませるんだったらお水で溶かしてこういうのに入れてもらってもいいし、流動食でやるうちは流動食に入れてもらえばいいですけどね。まあ、これは一応4本ぐらい出してきます。で、あとこれの注意事項ですね。でも注射器ってさ、これもともと全部使い捨ての注射器なの。だけど使い捨てにするなくてもったいないから、何回も洗って使ってもらってます。そうすると、ここは硬い。滑りが悪くなっちゃうんですよ。だから洗い終わったら、濡れてる段階で、これ、流動パラフィンって言って、滑りを良くする、やったんですけど、これをちょっとここに付けといてほしいんですね。そうすると、滑りがすごく、これが滑りが悪いとやるのめっちゃ大変だから、はい、めっちゃ大変なんです、滑らないと。これ流動パラフィンね。だからこれはここに使って、こっちでも使ってもいいですよ。滑りが、まあでもまあちっちゃい方はよっぽど大丈夫だと思うんですからね。いや、滑りにくくなるってみんな言う。じゃあちっちゃい方もつけた方がいい。でこれがあると、これ相当持ちますからね、流動パラフィンは。それからあとここでちょっとスプレーしてさ、ブラッシングしてるじゃないですか。でまああの、何を使ってます、ブラッシングって。何もない。あ、一応あります。あ、ブラシ、あ、とくやつはあの、あります、うん、それカニのこういう、あ、カニのやつね。カニのやつはちょっと痛そうだ。あのピンクのやつはさ、あれ人間用のやつで、あのウェットブラシっていうやつなんですよね。これがいい。薬局とかアマゾンとかで1000円前後で売ってると思うんで、これおすすめですね。こう手でやっても痛くないじゃないですか。で、ここでね、あの子最初すごいこれで溶いてたらさ、ちょっと薄くなっちゃって申し訳ないんですけど、溶かしすぎです。でも浮いてる毛はさ、ない方がまあいいんで、これぐらいの優しいやつでやったってください。で、その時にちょっとそうですね、保湿剤と、それからティースレオイルというのはこう炎症を鎮める働きなんですけど、ここではこれをね、半々でブレンドして入れちゃって、それでちょっともういっぺんにやってます。だからこういう容器をもう一本買ってきてもらって、1対1ぐらいの割合で混ぜてやるといっぺんにします。まあ、それまではそれぞれシュシュッとにつけてすり込んでもらってからやるといいですよね。でこれもブラッシングも治療、要はここで赤い光当ててるでしょ、あれっていうのは抗線照射療法って血流を良くする治療なんですよね。そうすると奥手にうまく回ってくれるし、でブラッシングもやっぱり皮膚をちょっと刺激するから、それで血の巡りが良くなってね、お薬もよく回ってくるし、うん、治療だと思ってちょっとブラッシングもねやっていただきたいなというとこですかね。ちょっと長くなっちゃったけど、回答の29、20